人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイということですね。今回プレイするソフトはぷよぷよさん決定版になります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、コンパイルから発売されました、パズルゲームになります。まあ皆さんもおなじみですよね。で、もちろん名前の通り3作目と太陽の3がかかってるってことなんですけどもね。まあ、このゲームは今までの前のぷよぷよ2からパワーアップして太陽ぷよっていうのが出てくるのがね、システムがあるのが特徴になっております。それ以外はそんなにねめちゃくちゃ変わらないんですけども、まあけどもともとねぷよぷよ自体が確立されたシステムですから、まああんまりいじる人はなかったってことですよね。とりあえずまあただちょっとなかなかこう初心者が勝ち進めないっていうところがありましてね、それをまあ解消するためにうまくこうそういうギミックを入れたなっていうところがあると思います。こんな感じかな。この辺で一回行ってみるか。まあ無難なところでね、うん。どういうこと？よいしょ。よいしょ。はい。無難なところで。ジュースいきまーす。これね、太陽を消すとすげー落とせるっていうね、そのギミックがすごいいいところですよね。だからいわゆる初心者でも勝てるってことですよね、それを消せば。どうしてもこのゲームはね、その連鎖がねできない人にとっては厳しいっていうところを解消するためのこのシステムなんですけども、まあでも結局ね、その次の作品、ぷよぷよ4かな、確か。それに関してはそれがなくなったんでね。まあやっぱり今回のこの作品そのものというかね、この太陽のシステムっていうのは、まあ良くも悪くもこの作品だけでした。相変わらずのこのよくわかんないこの漫才というか、やりとり。これも相変わらずですね。まあこれもね、未だに続くその続編でもね、まあこういうやりとりはありますけども。せめて2人目ぐらいは勝ちたいな。お、早く答え出てきた。早いな。もうこんなことしていいの？いいんすか？やりますよ。消しちゃいますよ、速攻で。間違えた。消していくか。やっぱ総裁モードがね、モードというか、ぷよぷよ2から続くこの総裁があるとか大事ですよね。ここちゃんとあるから、やっぱりね。ゲーム大丈夫って。あ、やべ。やべ。お前やべって！うおぉ！お前二人目だろ、お前。終わっちゃった。さすがにコンティニューしまーす。まさか難易度普通なのに、めっちゃ強かったですね、二人目から。びっくりしましたよ、こう。え、こんな難易度なのって感じで、もう。ちょっと待ってっていう。やべ。もう行かれちゃったもんね、早く。
じゃあ、いきますよ。はい。全消しやったー、イェーイ、やってやったぜー、イェーイ、決まった。やったー、気持ちよかったな、今の。やったぜ。このスケトーダーとかやっぱりすげえイメージありますよね。このぷよぷよの結構人気キャラじゃないですかね。けど前ぷよぷよの時言ったことありますかね。まだコンパイルがね、こういろんな売店出してる時にね、あのぷよマンをよく買ったなっていうね、なんかすげえ懐かしいな。お、怖っ。結局このゲームは買わなかったですね。ゲームセンターであるなっていうのは見かけたことあるんですけど、もうその程度ぐらいで、本当に、買う機会がな恵まれなかったというか、買わなかったです。うん。こうやってやると楽しいですけどね、本当に。やっぱり、なんだかんだ言いながら。危ない危ない、本当もう。怖い怖い怖い、もう。2連鎖ぐらいでどんどん消していこう。相手のね、ちょっとこう、潰すって大事ですからね。確実に。やってくることを潰していくっていうのがね。だから3を確実に。あ、やべ！やべえ！くそー、やべえなー。だいぶ食った、だいぶ食った。だいぶ消したよ。くそー、またちょっときつい。もうちょっとね、余裕があればね、連鎖狙えるんですけど、ちょっと連鎖狙えないですね、なかなかこれ。なかなか2連鎖でちょっとね、少ない。やべえ！あー、ダメだ、もう、これだ、きつい。あー、無理だ！あー、終わっちゃったー。最後勝ちたかったなー。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ぷよぷよさん決定版、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱりね、ぷよぷよの、もともと楽しさはね、にプラスして、この太陽のギミックっていうのをプラスしたことで、さらに遊びやすくなっていったかなと思います。またね、プレイステーション1ソフトに関しましても、様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり、率直な感想などがしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、苦手になった方はグッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。